こちら併設されているサイクルフェスタ、最新アイテム紹介をしていきたいと思います。埼玉リレー部キャプテンの高木道成です。キャプテンですからね。はい、リサイクル材を使った自転車になっておりまして、リサイクル材、すいません不器用な男だもんでフレームチャンネルへようこそ。自転車技声優の岡田正孝です。今日はこちらですね、ツールドフランス埼玉クリテリウムの会場に来ておりますなんですけど、レースとかそういったところはですね、赤いアイコンのあのチャンネルとか J コムさんとかね、 J スポーツさんとかにお任せして、もう我々はですね、まあ、皆さんが気に入るであろうこちら併設されているサイクルフェスタ、最新アイテム紹介をしていきたいと思います。中にですね、いろんなメーカーのブースがですねたくさんありますので、今日はそこを突撃レポートしていきます。それでは行ってきましょう。お願いします。はい、はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。見てください、これほら、造幣局造幣局ありますよ。ということでね、はい、このようにめちゃくちゃ並んでます、いろんなブースがね。ちょっと気になるブース探しに行きましょう。お、早速ほら、ヨアペダですよ。はい、はい、何のポーズやね。ちょっとこれ、ツールドフランスといえばね、悪魔おじさんですよ、これね、応援の方ね、ちょっとはめよ、やったー、ありがとうございます、やったー、はい、ありがとうございます、いや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 、さあというわけで最初のブースこちらですね、東商会さんのブースなんですけど、ご覧ください、これサプリメントたくさんありますよ。ちょ、気になりますね、これ見てください、酸っぱい甘いで、なんかこう体調とかがちょっと分かっちゃったりするみたいな感じらしいです。試してみてもいいですか。はい、ありがとうございます。酸っぱい甘い、ちょっとどういうこと、俺どっちかな。この後にスペシャルゲストによる、僕めっちゃ酸っぱい酸っぱいですか。酸っぱいとどうなんですか、これ比較的疲れてる方とかだと酸っぱく感じることが多いですかね。味自体はね、すげー美味しいんですよ、飲みやすいですね、はい、そうですね、さっぱりしていてクエン酸の効果で疲労感軽減っていうところで、ブドウ味も飲んでみますか。え、ブドウ味、え、別の味もあるんですか。はい、これがレモンで、こっちがブドウ味。ブドウ味、え、ちょっといいですか、はい、ありがとうございます、はい、ブドウ味いただきます。ただこれも酸っぱいので、酸っぱいブドウジュースって感じです。酸っぱいありがとうございます、はい、というわけでこちらメダリストですね、結構いろんなブースでイベントで見かけると思います。サプリメントお試しください。よろしくお願いします。さあというわけでこちらがですね、埼玉クリテリウムということなので、埼玉のロードレースチーム、そちらディレイ部のミッチーさんに来ていただいております。はい、おはようございます。埼玉ディレイ部キャプテンの高木道成です。キャプテンですからね。はい、こちらディレイ部ブースももちろん出てるということなんですけど、どういったことをされてるんですか。チームのグッズですね、ジャージとかサコッシュとか、キャップとか、チームのスポンサーでフォローしていただけると消臭スプレーとか、いろいろプレゼントしてるので、はぁはぁはぁ、はい、なるほどですね、にぎわってます。早速あのタオル70名だったんですけど、はい、オープンしてすぐ完売しちゃいました。すごい、はい、さすがやっぱ地元のイベントだし強いっすね。いや、そうですね、うん、やありがたい限りです、ね、JCL っていうレース団体が、あ、レース団体で、はい、トップカテゴリーで走らせていただいてます。はい、もうね、やっぱ地元埼玉ということで応援されてる方たくさんいるということでね、今後のロードレースシーンを盛り上げてくれるチーム、そしてそのキャプテンのミッチーです。はい、これからもぜひ応援してあげてください。はい、よろしくお願いします。岡田も応援しますぞ、よろしくさあというわけで次こちら穂高さんのブースなんですけど、今これめっちゃ話題になってますよね、何ですかこれ。はい、実はこれ再生アルミを使った、リサイクル材を使った自転車になっておりまして、リサイクル材、これ見た目もごついっていうかね、はい、どういうことですかこれ。はい、これ実は自転車のフレームというのはパイプをつなぎ合わせて作っているものが多いんですけれども、フレース材を使ったものをですね用いて作ったフレームです。あ、これが、これが、はい、フレースしたものなんですけれども、3枚に下ろされてるわけですね、これは。そうですね、まさにこれを左右でたい焼きのようにピタッとくっつけて、はー、なるほど、溶接っぽいところっていうか、このここの部分がすごい、なんかもう今までのバイクで見たことないフォルムしてますよね。はい、すげー。これなんかやっぱ素材にやっぱり特徴ありっていうことなんですかね。そうですね、素材が自動車の、自動車のアルミのホイールスクラップ、自動車のホイールから生まれたバイクなんですね。はい、車種はグラベルロードのジャンルで、あ、はい、なるほどですね。乗り心地がめちゃくちゃ気になります。縦方向がめちゃめちゃ強い確かになんですけれども、はい、
ここチェーンステイがないので。あ、本当だ、ここないないですね。はい、なので踏んだ時は意外と柔らかいという、こう不思議な乗り味に。ここ実は溶接をしてないんですね。あ、ここじゃあリベットで止まってる感じ、はい、リベットと、まあ、ちょっと接着剤、工業用の接着剤をつけて、そうすると何がいいかというとですね、アルミの溶接をする時っていうのがすごく電気を使うものでして、はい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 、これがいわゆる CO2 の排出量をすごく増やしてしまうというと、なるほど、素材もエコだし製造過程もエコな感じになってると。そういうことです。なるほど、さすが、さすが穂高さん、気になる方は要チェックです。はい、さあ次やってきましたのがこちらメニーズさんブースなんですけれども、スラムとかですね、ジップさんだったりシーコンさんだったりとかですね、皆さんご存知のブランド取り扱ってるんですが、ちょっと気になっちゃったのがこっち、雨汗海水レンズに水滴を残さないということで、これ何ですか。これはあの撥水剤なんですけど、はい、まあ、サングラスに吹きかけることによって、まあ、雨の日とかでも視界がクリアにできるっていうような製品になってます。こちら左半分が施工してあって、右半分には何も塗ってないような状態になってます。見て見て、これめちゃめちゃ違いがあるよ。これただ水かけただけですか。そうです、あの今はまあ霧吹きで試してみますけど、はいはい、うわうわうわ、マジですげえ、ええ本当にすげえ。こちらと、まあ、水滴はつきますが、施工してある方は綺麗に弾いてくれるので、ほんまにすごい、はい、常に視界はクリアな状態を維持できます。これすごいわ。商品名はこちらはソフト99さんというメーカーの、はい、レインホッパーという商品です。レインホッパーですね、はい、アイウェア、そしてメガネなんかね、お使いの方は要チェックですさあというわけで、こちらがですね埼玉スポーツコミッションさんのブースとなっておりまして、このように今回パラサイクリングの展示をしております。で見てください、これドン、フルカーボンのタンデム自転車、もうバッチバチにこれあれじゃない、デュラエースのパーツ組んでますよ。すげえ、めちゃめちゃ乗ってみたいですね。でこのようにパラサイクリングって言って、普通のロードレースとはまた違う感じのねロードレースシーンも あるんだよということを、この JCL ジャパンサイクルリーグがですね、このように運営しているということになっておりますよと。ぜひともですね皆さん興味持ってみてください。さあというわけで、こちらがですねイオンバイクさんのブースとなっております。ご覧ください、このようになんかセール品がたくさんありますね。イベント特化となっております。これはねちょっとね自転車好きメカニック好きには気になるところじゃないですか。ちょっと商品見てみましょう。え、安ない、楕円リング5000円で買えるんだけど、リッチーのシーポス4000円で買えるんだけど、すいません舐めてました、ガチの掘り出しもあるぞこれ。わすごい、ほら可愛いアイテムたくさんありますよ。リンプロジェクトのあのヘルメット、可愛いヘルメットですね。ピンバック2、これフレームで紹介しました、 10% オフ、すごー。見てください見てください、超掘り出し物、太陽画のスパイダー、本物じゃん、偽物じゃないよ。レアアイテム見つけました、すげえめっちゃマニアックなパーツもあるんですけど、見てくださいこれ、わかりますかこれとか、はい、V ブレーキのブレーキ本体を STI レバーで引くために使うアジャスターですよ絶対伝わらんと思うけど、面白い。やっぱね自転車技師的にはこういうの見てるとすごいワクワクするよね、楽しい。さあというわけで、こちらですねカーボンドライジャパンさんのブースとなっております。いやもうね皆さんご存知の、はい、あのこれビッグプーリー、すごいですね。最高ですよビッグプーリー、ありがとうございます。あ、めっちゃあのイベントでよくお見かけする方すいません不器用な男だもんでいやすごいですね、これ塗装もこんな感じでね、めちゃめちゃ綺麗。見てくださいこれ、カーボンドライジャパンさんこんな塗装もできるんですということで、かの有名なこうなんちゃらかんちゃらのカタログ見ると、そこでの工房でしか絶対できないとか言われちゃってるのを実現しました。こうなんとかちゃんのスペシャルカラーでお持ちの方はハンドルとかなんか全部できると。あ、合わせられるんですね。合わせられます。おすげえ、めっちゃかっこいいよ。 お値段高いです、高いですこっちが6万円だから6万5000円だけど、うん、これは1個3万5000円って言われてます。なるほどですね。いかなるご要望にも塗装面ではお答えできると自負しております。すごい、はい、カーボンドライジャパンさんね、このビッグプーリーの印象がすごい強い会社さんですけれども、このように塗装も伊達じゃないぞということで、これね愛車にこだわり見せたい方はですねカーボンドライジャパンさんぜひとも見てみてください。 YouTube もちょっとやってるんで、はい、YouTube 見てください。よろしくお願いします。あ、応援しようとした、ありがとうございますカレーにステーキ焼いてる焼いてる、うまそう、唐揚げうまそう、めっちゃお腹空いてきた。もうこう見てるとね、だんだんお腹空いてきましたね。じゃあ、鶏そば食べるか。いやー、もらってきたもらってきた。いやー、見てこれうまそう、鶏そばですってね、見てくださいこれ鶏そば、いただきます。やっぱスープからいただこう。あー最高、超うまいっす。
めっちゃ麺にコシがある、うめえ。ぽっちゃりさんでも満足。さあというわけで、一通り見てまいりました。こちらですね、ツールドフランス埼玉クリテリウムの会場と併設されておりますサイクルフェスタ2022ということで、もう気になるアイテムたくさんあったし、なんだったらね、あのカメラ回ってないところで僕何個か自腹で買いましたからね。撥水のやつめっちゃ良かったです。さあということで、素敵なアイテム見つかったでしょうか。ぜひともですね、来年の会場にも皆さんお越しいただければと思います。それではまた次回の動画もお楽しみに。おすすめ動画はこちら、チャンネル登録はこちら。そこちゃん顔を隠すな。次回の動画もお楽しみに。隠れたまんまかい。